続いては小柳ルミ子さんでございますけど、はい、芸能界45周年ということでございますけど、すごいな、はい、どうですか振り返られて。いやもういろんなことがあったけど、うん、でもあのよく頑張ってきたなっていう。素晴らしいですね。あっという間でした。あっという間でしたか。あっという間だった。なるほど、うん、そんな小柳さんのそのデビュー当時の映像がございますのでご覧ください。はい、ヤマバンドで素敵です。かわいい、かわいい、やっぱこの声ですよ。昔会えばがあったのね。そうですよね、有名でしたもんね。21だってほら髪型が多いですね。シーコだったね。みんな綺麗な子愛あるから大丈夫なの。嬉しい。21歳ね、デビューされてもまだ間もないと思うですもんね。当時はね、うん、本当に忙しかったです。でしょうね、うん、まだ半端ないほどの音楽番組が。そうだって毎日生で歌番組があったし、うん、はい、うん、もうね、暇もなくもずっと多分ね、もうね4時間寝れたらもう同じ最高っていう、それでよくあんなに美声が保たれた。順平だったら一言も声出ないんだよ。二度と歌えないですよ。二度と歌えない。先ほどのサッカーに今ハマってらっしゃるという。そうなんです。これきっかけなんですか？きっかけはね曖昧なんですけど、うん、今から思えばベッカムかなと思う。ああ、ベッカム来た。そう。ね、うまいし、かっこいいし。かっこいい。そう。だから今毎日サッカー見てます。欧州サッカー。へえ。予約しては。そう、サッカースケジュールっていうのをあのうちのマネージャーが作ってくれて。スケジュール用ですか？マネージャーさん。サッカースケジュール作ってくれてる。すごい。しかも今日そのスケジュール表持ってきていただいてるみたいです。すごい、あの重たくてそこが抜けない。あ、これ全部？これね。うわ、嘘でしょ。タマじゃないですか。タマさん、去年ワールドカップがあったの知ってる？はいはい。あれね、64試合全部生で見る。そんなお時間があったんですか？これすごい。本当だ。毎日のスケジュール。何ちゃんでやってるか、何時からかっていうの書いてある。そう、毎日のスケジュールをこうやって。これすごい。こういう風にやって自分が見たいやつはちゃんとこういう風に。でまた時差でちょうどずっとちょうどあるんですね。真夜中だから。逆に睡眠時間4時間もないんじゃないですか？逆に。ですよね。そうなの。逆に今。昨日も実はバルサとレアルの生が昨日スタートしたので、それを朝まで見てた。それはお一人で見られてるんですか？愛犬ルルと。ルルちゃん。ルルちゃん、まあ、ルルちゃんもさっぱり分からないと思うんですけど、本当はねこうわーわー言って盛り上がってみたいんだけど、うん、私の周りにいないんですよ。サッカー。サッカー僕好きですよ。本当は気をつけて耳にかじりですよ。サッカー見てる隙にかじりに行け。サッカー見てる隙にかじりたい。人をチクッとすんな。いやでも僕本当に好きなんで。本当なんだ、どちらが好きなんですか？もうバルサのメッシがもう大好き。サッカー知らない人間でもメッシの名前は知ってますから。もうね彼はアスリートとしては体格的にはね、うん、非常にこうあの小さいんだよね。そう、169センチでね、うん、子供の時に、うん、あのいわゆる成長ホルモンが、うんうん、正常じゃないという病気が見つかって、で毎日自分で注射を打ちながら、うん、でも僕はねプロのサッカー選手になって、うん、バルサに行って、うん、活躍したいっていう夢をずっと描いて、そして今頂点にいるわけです。そうですよね、うん、だからバルサに行ったんですもんね。もともとアルゼンチンに行ってその治療費が払えなくて、そうアルゼンチン、バルサが全部助けてくれるのに。そう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 、バルサのすごいね、この3人の会話、紙ナプキンに契約書を最初に書いて。よく知ってんな。僕もサッカー好きです。すごい。だから普通だったら絶対にもあれぐらいの選手になったら移籍するのに負け取るわ。
会いになったことは飯とないんですよ。でね、今年の12月にアジアカップで日本に来るんですよ。じゃあ会える可能性が12月の16、17と20日、でも12月のその時期っていうのはもう、ディナーショーとか忙しいから、メッシュのが大事。いや仕事はしましょう。いやこんな言い方すごい古典的で、自分のメッシュのが大事ですよ。さすが、うまいでしょ。うまい。古典的で申し訳ないけど、だってメッシュはいつでも食べられるでしょ。あ、そっち来る。メッシュは会えないかもしれないんだよ。もう絶対見に行きたいし、会ってサインも欲しいし、ルミコさんぐらいだと絶対。なんなら私のベストアルバムもプレゼント。本当ですよ。だってメッシの試合は全部生で見てるんですよ私。で同時にそれでさらに、あの他のテレビ番組で、あのテレビ局でも再放送するんですね。それも全部見てる。わあすごい。だから大好きだ。メッシの一試合だけで5回から10回は見てる。同じもの。同じもの。再放送を見るうちに発見があるわけ。え、どういう発見が？例えば。この時に失点した時は誰の動きが悪かったのかなとか。監督監督ですよこれ。ルミコ監督、これあるよ。小柳ジャパンあるよ。ルミコさんのサッカーにドハマりしてる私生活の方を撮ってきていただきました。ご覧ください。こんにちは、肉好きのルミコです。週に2日は来てるというある焼肉屋さんで、私が頼むお肉たちでございます。ネギロース、そしてレバー大好き、ネギタン塩、それから豚の3点盛り。お肉は体にいい、美容にいい、肌もツヤツヤね、はい、ということなんです。最高の至福の時、お肉を食べながらさ、見てるの、どうよこれ、ね、主力メンバー4人外したんだよ。その若手がもうダメダメだ、うんと吐きそうだったの。一人で打ち切れてたよ。じゃあルミコの勝手にサッカー学の私なりにサッカーを分析し、感じたことを今日そうそう。すごい。すごい。もう半端ないですね。私たちが思った以上に。本当です。もうね、感動するんですよ。嘘がないし言い訳できないし、でいろんな人生かけてます。そう、私たちそこまで真剣に仕事してるかなってね、つい自分をこう問いただすっていうか、確実にだってメシの方を取るわけですから、そう、私の顔は仕事しないって言って。